ごきげんよう諸君、我が輩の名はシャーロック・ゴー・ポアロ、またの名を名探偵コナモンだ。この番組はだな、我が輩と我が社の優秀な助手が北の大地に眠るさまざまなコナモンの謎を紐解いていく推理サスペンスドラマだ。さあ準備はいいかな？ Let's thinking time!ご機嫌よう諸君、我が輩は、八戸ポータルミュージアムハッチ1階にあるカフェミナミに来ております。そして今回は特別ゲストでございます、八戸ふるさと大使の藤川由里さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんて美人なんや。藤川さんの好きな粉もんってありますか？そうですね、スイーツでもおかずでも迷ってしまうんですが、そばかっけご存知ですか？取材してますから知ってますぜ、そばかっけですな。私は大好きなんですが、いかがでした？めっちゃ素朴な味ですね。ちなみにそばかっけを、はい、こう藤川さんがこう作ったりは？買ってきて自分で鍋には入れますけど。なるほど、食べてみたい。今日はですね、はい、藤川さんとですね、一緒に粉もんを食べたいなと思って実はお呼びしてるんですけども、よろしいですか？もちろんです。ありがとうございます。では粉もんかも。これがですね、南名物、南焼きのイサバのカッチャなんでございますが、はい、イサバのカッチャってちなみに何ですか？八戸の港で行商なんかをしたりして、元気よく八戸の活性化に手伝ってくれているお母さん方で、とても頼もしいんです。では一緒にお願いします。行きます、はい、どっから？あ、かもかな。うん、すごいしっとりしますね。何味ですか？僕カスタード。あ、そうでした。あ、そっちが良かった。カスタードが良かった。藤川さんは、はい、八戸のふるさと大使ですよね。はい、おすすめのこう観光スポットとか祭りとかってありますか？はい、実はですね、もうすぐ7月の31日の前夜祭から8月初めまで八戸三社大祭という八戸の夏の一番のお祭りがあるんです。大体300年弱ぐらい続いているお祭りなんですが、日本一の出汁祭りと言われていて、とっても豪華絢爛なんですよ。三社大祭は、真夏のイベントですが、寒いこう冬のイベントとかもあるんですか？もちろんです。2月、本当に八戸の寒い時期なんですが、縁振りというお祭りがあります。子供から大人までお囃子だとか踊りだとか、いろいろな役割があって、もう市民みんなが参加できるようなお祭りで、特にかがり火の中でそのみんなが踊るのはとても幻想的です。おすすめの観光スポットって、こんなとこいいな。結婚なさってますか？してません。あ、じゃあ、いいかな。彼女とかは？シークレットで。八戸の蕪島というところには、シーズンになると4万匹のウミネコという鳥が集まるんです。で、そのウミネコという鳥は、実は一度つがいになったら生涯添い遂げるという鳥で、永遠に長く続く愛の守り神としてみんなに崇められている鳥なんですよ。で、そこに神社もあるんですが、ぜひそこに行っていただきたいなと思います。本日の特別ゲストは八戸ふるさと大使の藤川由里さんでした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。八戸看板娘を紹介するコーナーだ、イエーイ。ということで本日ご紹介するのは、カフェミナミの170センチ8頭身の美女、田中由香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。南焼きのイサバのカッチャって何だい？オリジナルのワッフル生地を使用し、クリーム、粒あん、チーズの3種類の味を用意しました。みんな食べてや。
とうとうこの日が来たで。紹介するのは田村牧場直営店焼肉田村屋さんや。ここにはうまい粉もんと、さらに直営店ならではの最高の焼肉があるそうや。謎解きまくるで。店長、はい、あのお客さんにめちゃめちゃ人気のある粉もんがあるとお聞きしましたが、それは何ですかな。はい、それは冷麺です。やっぱ焼肉屋といえばやはりこれでございますわ。そうですね、うまそうですな。この独特のこの麺のね、コシコシ感がいいですね。では早速いただきます。弾力ある。細麺なのに歯応えありますな。そうですね、スープ合いますな、これ何ですか、ちょっと一味ちゃいますな。そうですね、うちの牛骨から取った特製のスープですので、はい、なるほど、だから深みがあるんですか。そうですね、来ましたな、これです、熱々の鉄板で食べるね。はい、早速いただきましょう。これは何というご商品。短角牛ハンバーグです。うまい。うまいんですかな。短角牛と言いましたな。はい、それは牧場で飼育されてるんです。そうです。それはどこにありますかな。じゃあちょっと行ってみますか。行ってみますか。さあ紹介しよう。田村牧場の社長さんの田村秀弘さんや、よろしくお願いします。はい、よろしくどうぞお願いします。ちなみに何頭ぐらいここで牛を飼ってられるんですか。ですね、うちの牧場は1200頭ぐらい今全部で飼ってます。まあ、その中にホルスタイン、それからこの黒毛和牛で日本短角和牛、この3種類を飼ってます。短角和牛の肉の特徴なんか教えてください。はい、短角はですね、肉そのもののいわゆる中に、よく皆さんのサシって言いますけども、黒毛和牛であれば細い脂身がいっぱい入るんですけども、短角の場合は肉の中には脂がなかなか入らないんですよ。脂っていうよりも肉を本当に味わうっていう、そういう肉の特徴を持っています。さあ牧場行ってきましたね、素晴らしい。はい、これが社長の言ってた極みですな。そうです、長いことかかりましたな。冷麺が出てきて、ハンバーグが出てきて、焼肉屋ですからな。はい、そうです。我が家はいろんなものを調べるのがダメですから、はいはい、では早速おすすめの肉を、はい、よろしくお願いします。はい、ではですね、まず短角牛のヒレです。ヒレ、はい、うまそうやな、ドン。はい、おお、ジュ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 。お、珍しいですな、網だけじゃなくてこう、はい、鉄板があるんですな。そうなんです、短角牛どうしても脂肪が少ないので。脂肪が少ない。はい、網で焼いちゃうと全て逃げちゃうんですね、脂が。何種類ですか、肉は。はい、9種類です。これ全部短角牛。全部短角牛。素晴らしい、やはり日本の肉ですな。そうですね、分厚いタンですな。はい、今焼いてるのはロースです。ロース、はい、いただきます。粉もん探偵は大変だね。歯応えもいい、そして肉の旨味がすごい、はい、口の中で爆発しますな。そうですね、しかもあっさりですわ、癖がない、うまい肉だ。短角牛最高。今日紹介させていただいた、ハンバーグですね。はい、ハンバーグ冷凍で店内でも販売してますので、ぜひお持ち帰りに、はい、持ってってほしいですね。あとは他にたくさんのメニューもございますし、あとはもう宴会コースの方もご用意しているので、もし皆さんでお集まりになった時はよろしくお願いいたします。やってきたのは岩手県は久慈市久慈駅前。 B1 グランプリでも有名なあの粉もんが食べれる店、豆腐の家さんや、江戸時代から伝えられる伝統料理やで。さあ伝統に触れまくるで。さて本日の我が輩の協力者は豆腐の家の八千恵さんです。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。幸恵さん、豆腐というのは何ですかね。はい、醤油ベースの汁の中に人参、ごぼう、油揚げ、しめじ、かんぴょう、焼き豆腐が入っているのに
お団子が入ってまして、その団子の中にくるみと黒砂糖が入った汁物です。ではこの豆腐の家をやろうと思ったきっかけというのは。はい、母が給食センターに勤めてだったんですけど、はい、ちょっとそこを辞めまして、で久慈市内で豆腐汁を食べれるところが少ないということで、久慈の駅前で観光客の人などに食べてもらいたいなと思って作りました。この豆腐汁というのはですね、まあ、昔から郷土料理として食べられているというお話はまあお聞きしたのですから、発祥地とかどこから始まったとかっていうのはご存知かな。発祥地はですね、久慈市の中でも旧山形村、今の山形町内で主に食べられていますね。はい、なるほど。その山形村で今の旦那さんとお知り合いになったんですかな。はい、そうです。職場恋愛。はい、いいね。あ昨年ね、姫路で行われた B1 グランプリというのに参戦されましたな。はい、豆腐汁の手応えはどないでした。そうですね、5000食以上販売して、でリピーターの方も何人か何回も並んでくれて食べてくれたので、すごく嬉しかったですね。あ、これですかな、豆腐というのは。はい、そうです。では早速。これ見た目はお餅ですが、お菓子でもいけますな。そうですね、中にね、甘い、これ黒砂糖。はい、黒砂糖です。とくるみ。はい、でこれ小麦だけですから。はい、小麦だけですね。小麦だけでこんだけ弾力出ますか。はい、出ます。上手にやってますな。しかも、うん、出汁がな結構濃いんだわ。でもこの濃いさが豆腐に染み込んでうまいわ。ところで幸恵さん、はい、この豆腐というのはですね、これ機械ですかな、はい、機械で作るんですかな。手でみんな手作りです。一個一個手で作るんですか。はい、ちょっと待ってくださいね。B1 グランプリで5000食出たっていう話を。はい、全部手でか。そうです。続いて豆腐の家のおすすめ粉もんだ。これはお山形村なんでかな、短角牛バーガー。はい、あの高い短角牛ですかな。そうです、地元名産の。はい、よう使いましたね。いただきます。うん、結構ボリュームありますな。ハンバーグも分厚い。はい、おいしいわ。しかもパンがこれ黒糖パン。はい、黒糖パンです。珍しいですな。はい、学校給食のパンなんですよ、うん、お母さんが給食屋さんやったからかな。そうです ね、うまいこと作ってるな。これうまいわ。うん、卵でかな、あとは。そうですね、卵 と、はい、とレタスとトマトが。うーん、はい、おいしい。豆腐汁を家で食べたいとか遠くの人が食べたいってした時はどうしたらいいですか。ですね、久慈市内の道の駅さんで冷凍の豆腐団子を販売しております。その他にもネット販売などもしてますので、いつでも食べられます。本日我が輩にお付き合いしていただいたのは豆腐の家の家賃撮影はい、もう一回いきます。はい、諸君も粉物の謎を自分の足を使って解き明かすのも面白いかもしれないぞ。It's 粉物パラダイス。